人生を変えたいならリアルな〇〇を想像しながら夢を紙に書こう。書いた言葉が現実となる願望実現の真実を教えます。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルの亮です。本日ご紹介する本は渡辺康弘先生の言葉の力を高めると夢は叶うです。夢は言葉に書くと動き出す。著者の渡辺先生は言葉に宿る力を高めれば夢は必ず叶うと言います。よくある願望実現の方法はもう聞き飽きたよ。結局紙に書いても夢が叶ったことなんてない。こんな風に思う方もいるでしょう。ですが渡辺先生が本書で解説している言葉に力を宿す方法は一般的な願望実現の法則とは一味違います。最新の心理学や脳科学のエビデンスに基づいて誰でも目標を達成できる願望実現の法則を理論から丁寧に解説してくれているんです。ぜひですね、一緒に楽しんで学んでいきましょう。そんな言葉の力を高めて願いを叶える方法について今節丁寧に書かれている本書の中から本日ご紹介いたします内容は以下の3つ。第1章、夢を叶えたいならリアルな〇〇を想像しろ。書いた言葉が現実となるたった一つの法則はこれだ。第2章、願望実現の4つのステップを公開。これをするだけであなたの願望は実現します。第3章、願望実現の法則の真実。夢を叶える人は〇〇を恐れずに挑戦を続ける。どれもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、夢を叶えたいならリアルな〇〇を想像しろ。書いた言葉が現実となるたった一つの法則はこれだ。お金持ちになりたい。理想の人と結婚したい。海外に移住したい。誰にでも叶えたい願いや夢があるものです。ですが正直なところ、大きな願いや夢を紙に書いただけで実現するなんて言われても簡単には信じることができませんよね。夢が簡単に叶うんですよなんて言われると、はいはい、その人はたまたまうまくいっただけでしょとか、怪しいセミナーかなんかですか、そう言ってありがたい壺でも買わせるんですかなんてね、思ってしまうものですよね。しかし渡辺先生は次のように断言します。夢を叶えられるかどうかは紙に書くか書かないか、それだけの違いでしかない。紙に書くだけで夢が叶うなら誰でもやってますよって話なんですが、実はここで一つ大切なポイントがあります。それは紙に夢を書いて実際に夢を叶えている人は自分でも知らないうちに言葉の力を高めていると渡辺先生は言うんです。よくある願望実現の法則は、紙に夢を書いて自分の部屋やお手洗いの扉などいつでも目に見えるところに貼っておこうというものですよね。常に夢を意識していれば夢の方から自然と近づいてくるなんてですね、巷で言われている願望実現の法則はぶっちゃけ何ら理論も根拠もないんだと言います。渡辺先生もただ紙に夢を書くだけでは効果がないと言います。重要なのは紙に書いた言葉の力を高めることなんです。言葉の力を高めることで初めて夢が実現に向かっていくんです。さあ、でも言葉の力といっても漠然としていてよくわからないと思いますので、一つ具体例を見てみましょう。例えばですね、あなたがフランスに行きたいという夢を持っているとします。その場合、紙にフランスに行くと書いたところでその夢が実現する可能性は低いでしょう。言い換えれば言葉の力が弱いと言えます。理由はフランスに行くという言葉には具体性がなさすぎるからです。死ぬまでにやりたいことを100個紙に書いて羅列したところでほとんどのやりたいことを実現できないのと同じです。やってみたいな、行ってみたいなと頭の中で漠然と考えていても具体性が全
全くないから、その夢を実現するビジョンが全く湧いていない状態と言えます。トゥードゥーリストを作ったところで、ほとんどの人は実際に行動を起こしません。人間は紙に書いたことを遂行していくだけの機械ではないんです。じゃあ実際に夢を実現する人はどのように紙に夢を書くのかといえば、非常に具体的に夢を描くんです。夢を叶えている自分の未来の姿、未来の状態をイメージし、1年後の夏休みにフランスに行ってルーブル美術館を訪れ、モナリザを鑑賞するなどと具体的に書きます。その時に大切なのは、夢であるフランス旅行をできるだけ具体的にイメージすることです。日本とは違うパリの空港やセーヌ川沿いの匂い、ルーブル美術館の人混みの中でフランス語や中国語や英語が聞こえてくる。けれどモナリザの絵画を見た瞬間、美術館の匂いも周りの雑音も全てが消えて、美しい絵画に飲み込まれそうになる。モナリザと目が合った時、自分はどのように感動して、どのような感情が芽生えるのか、その鮮烈さを明確にイメージするんです。するとどうでしょうか。フランスに行くという曖昧な夢がリアルになって、実現する未来に変わった気がしませんでしょうか。このようにですね、夢を叶える人は視覚的情報だけでなく、聴覚や嗅覚、味覚などをリアルに想像しているんです。そして絵の美しさや重厚感に感動する、胸がいっぱいになるという感情を絶対に体験したいと考えるんです。夢を叶えられる人と叶えられない人の大きな違いは、言葉に感情が乗っているかどうかなんです。このように言葉に感情を乗せて力を高める法則を、渡辺先生はミューズの法則と呼んでいます。ミューズは文芸や音楽、舞踏といった芸術、すなわちインスピレーションを司る女神であり、ミューズの法則は女神の名前にちなんだ渡辺先生のオリジナルの法則となります。具体的にはミューズのそれぞれの文字を頭文字にした4つの概念がとても重要になります。それぞれ具体的に見ていきましょう。まず M はマニフェスト。マニフェストは政治の世界でもよく使われる言葉ですよね。紙に言葉で書いて自分や周りに明らかにすることです。次に U は You are the universe, thank you。未来のあなたの体の状態になりきり感謝することです。つまりは夢を叶えている未来のあなた自身になりきることです。続いて S はシーン。未来のシーン、すなわち情景を映像で思い浮かべることです。そして最後の E はエモーション。夢を達成した時の感情で味わうことです。これが言葉の力を高めるミューズの法則となります。簡単にまとめますと、未来の自分の体の状態になりきり、未来のシーンを映像で思い浮かべて、夢を達成した感情を味わいながら、夢を紙に言葉で書き、そして感謝をすることで夢が実現するんだと渡辺先生は言うんです。先ほどのフランス旅行の話で言えば、実際にルーブル美術館に行く未来の情景を思い浮かべて、リアルな感情をイメージすることが夢を叶える第一歩目ということです。ミューズの法則の中でも特に重要なのは最後の E、 エモーション、感情です。感情は人間にとってとても重要な役割を持っています。例えば大ヒット映画の君の名はを制作した際に、新海誠先生は映画の時間軸の中で視聴者の感情やテンションの変化を表す感情グラフを作ったといいます。感情を揺さぶるシーンがうまく組み込まれていたからこそ、君の名はここまで私たちの心を動かし、空前の大ヒット映画となったんです。一見関係なさそうに思える夢を叶えることと映画作品の大ヒットですが、実は大きな関連性があります。その関連性とは、感情の揺れ動きが生じたものは忘れにくいという人間の性質です。
ここで重要なポイントは、脳は感情の揺れ動きが生じたお気に入りの記憶を一つのストーリーとして保存し、脳はそのストーリーを現実とみなすという点です。この脳の性質こそが言葉の力を高めて夢を実現する法則の根幹となります。当たり前の話ですが、私たちの現実というものは脳が認識して生まれるものです。目で見たものも、耳で聞いたものも、舌で味わったものも、五感から得られる情報を全ては脳が認識し、脳が情報を取捨選択することで現実のものとして反映されています。私たちの現実世界とは、実際に物事が存在するかしないかではなく、脳が現実として認識するか認識しないかで成り立っているわけなんです。そして意外と私たちの脳は現実を自分の都合がいいように作り変えています。簡単な例を挙げてみますと、例えば次の文字を読んでみてください。さあどうでしょうか。文字がところどころ入れ替わっていますが、簡単に読めてしまうのではないでしょうか。脳が視覚から正確に情報を入手していれば、文字が入れ替わっていて読みづらいはずです。ところが私たちは今まで文章を読んできた経験から、無意識的に文脈を判断して脳内で文字列を変換して意味を理解しています。このような脳の思い込みや錯覚は、色や音、味、匂いなど様々な感覚で起こります。脳は複雑な機能を持っていながら、簡単に騙されてしまう器官なんです。そして脳が思い込みや錯覚を起こすのは五感の情報だけにとどまりません。脳は頭でリアルに想像したストーリー、いわゆる妄想やイメージと現実を区別できなくなることもあります。子供の頃の記憶を思い出してみてください。それが現実の記憶なのか、子供の頃に見たリアルな夢だったのか、いまいち曖昧な記憶がある人もいるのではないでしょうか。記憶と夢が混同することも人間にはあります。感情や情景がリアルなストーリーを脳は現実とみなしてしまうんです。言葉の力を高めるということは、脳が現実と認識するくらいにリアルなシーンと感情のイメージから成り立つストーリーを頭の中で描き、紙に書き出すことなんです。ただの言葉で終わらすことなく、言葉を夢を叶えるストーリーにすることこそが、夢を実現化する最強の法則というわけですね。さて第2章では、言葉の書き出し方を具体的に解説していきます。ここで一度第1章についてまとめておきましょう。ポイント1、ただ紙に夢を書き出すだけでは具体性がないので、その夢の実現性が低くなる。夢を言葉にするときに大切なのは、未来の自分の体の状態になりきり、未来のシーンを映像で思い浮かべて、夢を達成した感情を味わい、そして感謝することである。この法則をインスピレーションの女神の名前にちなんで、ミューズの法則という。ポイント2、人間の脳はリアルに想像したストーリーを現実と区別できなくなる性質がある。言葉の力を高めるということは、脳が現実と認識するぐらいリアルなシーンと感情のイメージから成り立つストーリーを頭の中で描き、紙に書き出すことである。第2章、願望実現の4つのステップを公開。これをするだけで、あなたの願望は実現します。さあ続いて第2章では、夢を叶えるための言葉の書き出し方について解説していきます。ノーベル賞を受賞した心理学者のダニエル・カーネマンの研究によりますと、単に欲しいと望むだけでも、実際に欲しいものを手に入れやすくなることが分かっています。カーネマンが1万2000人を追跡調査したところ、18歳の時点でお金が大切だと答えた人は、そう答えなかった人に比べて20年後に豊かであることが明らかになりました。このことからカーネマンは、目標を持つことが大きな違いを生むと断言しています。またアメリカのドミニカン大学で行われた実験では、目標を手書きにした時の達成率とキーボードでタイプした時の達成率を比べたところ、手書きにするだけで 42% も達成率が上がることも分かりました。
手書きにするだけで目標の達成率が急激に上がるとかたまたまだろうって感じですが、実はキーボードをタイプする時の指の動作は8種類しかないのに対して、手書きをする時に必要な指の動作は1万種類もあると言われているんです。手書きの方が脳で働く神経が多いのは明らかで、その脳の働きが目標達成率に大きく影響を与えていることも言及されているんです。第1章でも見てきましたが、夢や目標を叶えるためには感情や情景といった脳の働きが非常に重要になってきます。脳を働かせて言葉を書き出すことで夢や目標が実現する可能性はぐっと高まることがエビデンスベースでも分かってきているんです。ただですね、もしかしたら次のような悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。そもそもやりたいこと自体が思い浮かばない。それが本当にやりたいことなのかわからない。大きいやりたいことをどう実現していいのかわからない。夢や願望の実現でこのような悩みを抱えている人は、小さい時から言葉で夢を潰されてきたことが原因であると渡辺先生は言います。例えば、わがまま言わないの、そんなの誰にもできないよ、うちにはお金がないんだから我慢して、なんで他の子はできるのにあなたはできないの、親や身近な人からずっとこのような言葉を浴びせ続けられた私たちの脳は、わがままを言ってはいけない、我慢が大切である、自分には不可能だ、お金がないとできないといった刷り込みが完了してしまっています。要はできない不可能だというリアルな感情が現実化してしまっているわけです。ですから、やりたいことを書けば実現すると言われてもなんだか難しいことのように思えてしまいますし、そもそも夢や願望を持つこと自体に悲観的になるといった脳になってしまっているんです。できない無理だと洗脳されてしまっている脳を変えるには、普段から使っている言葉そのものを変える必要があります。自分に語りかける言葉を変えて夢や願望を実現できるように脳を再設定するんです。そのためには少しずつ小さいことを書き出していくことが大事だと渡辺先生は言います。そこでですね、まずは身近なことや本当に小さなことからワクワクすることを紙に書き出していきましょう。映画を見たい、おしゃれなカフェに行きたい、テレビで見たレストランに行ってみたい、このくらい小さな目標でいいんです。どんな小さなことでもまずは書き出してみましょう。すると少しずつお金や時間がかかることやちょっと無理かもしれないということも具体的に思い浮かんでくるはずです。ハワイに行きたい、リッツカールトンのホテルに泊まりたい、英語で日常会話ができるようになりたい、年収1000万円になりたい、この時点では箇条書きで構いません。今まで我慢してきたたくさんのワクワクすることや叶えたい夢や願望をどんどん書き出していくんです。さて、夢や願望を書き出してはい終わりだとただのトゥードゥーリストになってしまいますよね。言葉に感情が乗っていないトゥードゥーリストを書いても夢や願望が実現しないのは解説してきた通りです。重要なのはワクワクすることや夢や願望を言葉にして書き出したその後なんです。ここから具体的に4つのステップに分けて作業をしていきます。ステップ1、書き出した夢や願望を分類する。ステップ2、願望実現のマトリックスを作成する。ステップ3、Do と Have と Be に分ける。ステップ4、実行計画を作る。それぞれ見ていきましょう。まずステップ1の書き出した夢や願望を分類するについて解説していきます。夢といっても実は幻想、夢、目標、予定の4段階に分かれています。幻想は何も実現しない漠然とした状態です。夢は幻想の具体化で、目標は夢に日付が入ったものです。そして予定は目標が習慣化したものといえます。紙に書き出した時点ではほとんどが幻想か夢の状態のはずです。幻想に分類されたものは夢ですらないので、幻想は具体化する必要がありますし、夢のままでは実現しないので、具体的にいつ実現するのか予定を決めていく必要があります。このようにまずは夢や願望を分類し、どれが予定や目標として実現が近いのか、
どれが夢や幻想として実現が遠いのかを紙に書き出して整理しましょう。次にステップ2の願望実現のマトリックスを作成するについて見ていきます。夢は横軸が稼ぐ力、縦軸が人を巻き込む力の4つのマトリックスに分類できます。1つ目が一人で可能でお金もかからないもの。2つ目が多人数で可能でお金のかからないもの。3つ目が一人で可能だけどお金がかかるもの。4つ目が多人数で可能でさらにお金もかかるものとなります。ここで重要になってくるのはお金のかからないものとお金がかかるものの線引きです。人によっていくらのお金ならすぐに使えて、いくらのお金だと負担に思うのかは違ってくるからです。ただ著者の調査によると、どんな年代でも1ヶ月に平均2万円までなら無理なく出せることが分かったといいます。逆に2万円以上は負担になりますので、20万円、30万円のものを買うには10ヶ月、15ヶ月と我慢して貯める必要があります。どのくらいの予算が必要かイメージできない夢は、予算を具体的に調べてみましょう。だいたいいくらのお金がかかるか予算をイメージするのも、夢を実現化するためには必要不可欠な作業となります。次にステップ3の Do と Have と Be に分けるについて解説していきます。Do はすること、Have は所有すること、B は出あることで書き出した夢がどれに所属するのか分類していきましょう。例えばフランスに行くなら Do、 ベンツを買うなら Have、 年収1000万円になるなら B といった具合です。このように分類していくと、本質的な夢はこうありたいという自分の姿、すなわち B であることが確認できるでしょう。一方、Do や Have は1回で終わるものが多いので、比較的その夢は達成しやすいはずです。夢を実現するという成功体験を積んで、人生が変わるんだという自信をつけていくには、Do や Have から実現していくのがいいかもしれません。そして最後のステップ4の実行計画を作るについてですが、作成したリストから1つずつ選んで実行する計画を立てていきましょう。ここで重要なのは、ミューズの法則に従って計画を書き出すことです。例えば著者がフランクフルトの国際ブックフェアに行くという夢を叶えたときは、ドイツ行きのチケットを調べる、予算を調べて航空券で約10万円、宿泊費で約10万円かかることを把握する、500円玉貯金でお金を貯める、2017年10月に現地に行く、旅行券と宿泊施設の予約をする、本の楽しさやブックフェアの凄さを体感するといったように、予算や貯金方法、現地への行き方や現地での過ごし方、そして得られる感情までとても具体的に考えたといいます。夢を達成している人は、目標を小さく小さく刻むことで目標達成に向かって行動を続けやすくし、夢を実現できるようになるんです。さて、ここまでミューズの法則に沿って実際に夢を言葉にして書き出すことについて解説してきました。本書に限らず、自己啓発の書籍は毎年数多く出版されています。正直なところ、どの本でもあなたがいいと思えばそれがいいんだと著者は言います。ただし、読んだだけでは何も実現しません。言葉と思考、感情、そして行動が一致しないと現実は動かないんです。一般的に書籍を購入した半数が本を読み終わらないというデータがあるそうです。さらにその半数のうち 10% の人しか本の内容を実践しないと言います。例えば20万部のベストセラーの自己啓発本があったとしても、半分の10万人しか読み終わりません。そして10万人のうちの 10%、 つまり1万人しか実践する人はいないんです。実際ですね、実践するのはもっともっともっと少ない人だと思います。ためになるな、面白そうだなと思いながらも、本を閉じたら他のことをやり始めて、すぐに本の内容は忘れてしまう。そんな経験が皆さんも心当たりがあるんじゃないでしょうか。実践する人が少ないから、多くの人にとって夢は夢のまま、願望は願望のままなんです。
逆に実践するだけで一気に多数の人よりも突き抜けた存在になることができるわけですから、ぜひですね、感情を乗せてリアルに夢や願望をイメージし、具体的に紙に書き出してみましょう、といったところで第2章についてまとめたいと思います。ポイント1、夢を実現できるビジョンを持てない人や、そもそも夢を持てない人は、幼少期から夢は実現できないという言葉が脳に刷り込まれている。そのため、できない不可能だというリアルな感情が現実化してしまっている。ポイント2、夢や願望を実現できるように脳を作り変えるためには、小さいことから少しずつ書き出していくことが重要である。書き出した夢や願望は、幻想、夢、目標、予定に分類。願望実現のマトリックスを作成。ルーとハブとビーに分類。実行計画の作成の4つのステップに従って実現性を高めよう。ポイント3。目標を小さく刻むことで、目標の達成に向かって行動を続けやすくし、夢を実現できるようになる。夢を書き出すときは、夢を達成するまでのステップをできるだけ細かく分類することを意識しよう。第3章、願望実現の法則の真実。夢を叶える人は〇〇を恐れずに挑戦を続ける。さあ、続いて第3章では、夢を実現しようとしたときに起こる障害について解説していきます。ここまでの解説で、夢や願望をリアルな感情をイメージしながら言葉にして書き出すことで、夢や願望が現実化するという話を見てきましたよね。よし、早速紙に言葉を書き出して願望実現の法則を実践しようと行動に移しても、実際のところ短期間で成果が出る人もいれば、短期間では成果が出ない人もいます。おいおい、紙に書いたら夢は実現するんだろうなんて、今までの話と矛盾していると思われるかもしれませんが、ちょっと待ってください。夢に書き出した言葉は基本的には障害が含まれていませんよね。もちろんですね、最初に紙に書き出すときはイメージの段階ですから、すんなりとうまくいく想定でいいんですが、現実では何かが変わろうとするときには、必ずと言っていいほど反動が起こるものです。例えば、仕事で新しいチャレンジに挑戦しようとしたら、上司や同僚から反対されたり、退職して自分で起業しようと思ったら、家族から反対されたりする可能性ってありますよね。せっかく変わろうとして頑張っているのに、なんだか最近様子がおかしいねとか、雰囲気変わったねなんて言われたら、本当に自分がやっていることは正しいのかなと不安に思ってしまうかもしれません。このように新しいチャレンジをしようとすると邪魔やブロックが入るものです。その一つの答えは、多くの人間には現状維持バイアスがかかっていることが挙げられます。基本的に人間は変化やわからないことを恐れる傾向にあります。自分にとって大切な人が違う世界に行ってしまうのが怖いといった感情もあります。そこそこうまくいっているビジネスを変える必要なんてないだろうという上司や同僚の反対も、仕事を変えて今よりも年収が下がったらどうするのという奥さんの反対も、起業して失敗したら借金まみれになっちゃうわという家族の反対も、今の恋人と別れるなんてもったいないという親友の反対も、あなたを邪魔してやろうという意地悪な気持ちはありません。変化への恐れが根っこの部分にあるんです。現状を良くしようとする思いよりも、現状より悪くなることへの恐怖の方が強いからこそ、夢や願望を実現しようとするときに様々な障害が立ちはだかるんです。短期間で成果が出ない人は、周囲の反対や批判といった障害に屈して、せっかく夢が実現できる状況だとしても夢を諦めてしまいます。それでは非常にもったいないですよね。あなたの前に立ちはだかる障害は、新たなステージへの招待状と考えましょう。ミューズの法則の U はセンキューの U であり、感謝を表していましたよね。障害をありがたいものと思い受け入れることで、夢の実現に向かって進むメンタリティがとても大切なんです。障害にぶつかった時に夢を叶えられるかどうかは、あなたの自由であるということを覚えておきましょう。また障害というものは、周囲の反対のみならず、自分自身の考えにも当てはまります。
例えばパリに行ってルーブル美術館を見学したいという夢を持っているのに、心の中では仕事を休んで旅行に行くなんて言ったら周りの人になんて言われるだろうとか、旅行費がかかってこれからの生活費が心配だなんて思ってしまうものですよね。夢が実現する幸せよりも障害の方がなんだか大きいような気がして、結局は夢を叶えられないまま終わってしまう人も非常に多いんです。このような障害の正体はズバリ感情です。夢を言葉にして書き出すときにリアルな感情を大切にしようという話をしてきました。夢を実現するには感情が大切です。ですが一方で私たちはこの感情によって夢を実現できない可能性があるという矛盾をはらんでいるんです。例えばあなたの年収が今400万円だったとして、いきなり4000万円の年収を渡すからうちの会社に来てくれなんてヘッドハンティングされたら怖いですよね。お金持ちになりたいという夢があるのに、突然大金を手に入れられるチャンスが手に入ったら、今度は怖いという感情が生まれてしまうんです。その結果結局動けなくなってしまって、チャンスを無駄にしてしまうなんてことになりかねません。まあいきなり年収の10倍の条件を出されるなんていうのはちょっと非現実的な例え話かもしれませんが、新しい物事に挑戦するときや夢や願望を叶えようとするとき、多くの場合私たちは恐れと向き合うことになります。仕事を辞めて転職に失敗したらどうしよう、海外留学で現地に馴染めなかったらどうしよう、今の恋人と別れて一生恋人ができなかったらどうしよう、大人になれば大人になるほど新しいことにチャレンジしていくのが苦手になっていきます。挑戦して打ちのめされると私たちは臆病になっていきます。するとだんだんと見えない鎖に引っかかってしまい動けなくなっていくんです。本当はこうしたいああしたいという夢や願望があるのに、恐れが邪魔をしてしまうんです。ただですね、こうした恐れはあってもいいんだと渡辺先生は言います。日常生活でも私たちはいつもこうした感情に直面しています。起こるかもしれないことへの懸念や心配、不安、悲観、怒り、苛立ちといった感情は自然なものです。自然な感情であれば恐れというものと向き合うしかありません。恐れという感情を極端に恐れず、思考と感情のバランスを取ることで人間は自分の能力を最大限に発揮することができるようになります。何か行動をするときは初めてに限らずいつだって公平です。過去に成功したからといって次に成功するとは限りません。私たちが知っているのは過去にうまくいったという方法だけです。変わらないことへの安心感なんてものは幻想にしか過ぎないんです。今これから行う全てのことはゼロからのスタートであることを知りましょう。自分の感情と真摯に向き合うことができれば、新しいことへのチャレンジは恐怖ばかりではなく、喜びや情熱、意欲、信念、希望、そして幸せといった前向きな感情に気がつくことができるはずです。最後にですね、夢を叶える人になるための渡辺先生のアドバイスを一つピックアップしてご紹介いたします。夢を叶えられない人の多くは、障害にぶつかると自分にはできない、私にはこれは向いていない、俺は昔からこれが苦手だったんだなんて自分の状況を自分の能力に結びつけてしまうものです。何度も障害に阻まれ続けていると、俺はなんてダメな人間なんだと人は諦めて自分を正当化し、夢を叶えられない運命を受け入れてしまいます。反対に夢を叶えられる人は、全ての失敗はたまたまだと考えて挑戦し続けると言います。これは最後までやり続けよう、コツさえつかめばうまくいくさと失敗しても常に自分に語りかけるんです。こうした前向きな言葉を自分に語り続ける人は、最後まで失敗すればとてつもない妄想で終わるかもしれません。しかし同時に人並み外れた成功を手にする可能性も秘めているんです。皆さんも何か悪いことが起きたら、悪いことは一時的なもんさとか、こんなのはたまたま起きたものに過ぎないとか、こんな失敗は自分以外の要因もあるさと前向きに考えるようにしましょう。
1回失敗しても10回失敗しても100回失敗したとしても101回目に成功すればあなたは夢や目標を実現できるんです。多くの人は1回目や10回目に諦めてしまいますが、諦めた瞬間に成功は永遠に訪れなくなってしまいます。恐れることなくひたむきに挑戦し続けること、これこそがどんな障害が起きたとしても夢を叶えられる人の大きな特徴なんです。本書では他にも夢を実現する方法や理論がたくさん紹介されていますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひぜひ本書を手に取って読んでみてくださいね。といったところで第3章についてまとめておきましょう。ポイント1、夢を言葉に書き出して実現しようとするとき、現状維持バイアスによる周囲の反対や批判といった障害にぶつかることが多い。短期間で成果が出ない人は障害に屈して、せっかく夢が実現できる状況だとしても夢を諦めてしまう傾向にある。立ちはだかる障害を新たなステージへの招待状と考え、障害をありがたいものと思い受け入れることで夢の実現に向かって進むメンタリティを備えよう。ポイント2、人間は新しいことにチャレンジするときに変化に対する恐れの感情に屈してしまうことがある。しかし本来何か行動をするときは初めてかどうかに限らず、いつだってうまくいくかうまくいかないかはわからないものである。恐れという感情を極端に恐れず、思考と感情のバランスを取ることで自分の能力を最大限に発揮することができると心得よう。ポイント3、人並み外れた成功を手にする人は全ての失敗はたまたまだと考えて挑戦し続ける。失敗してもこれは最後までやり続けよう、コツさえつかめばうまくいくさと自分に語りかけ、失敗を恐れることなくひたむきに挑戦し続ければどんな障害が立ちはだかっても夢を実現することが可能となる。さあいかがだったでしょうか。本日は言葉の力を高めると夢は叶うをご紹介いたしました。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになる、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。